Good evening 皆様、大変長らくお待たせいたしました。それではここからさらにアクセル踏んでいきましょうか。東京から世界へ発信、新しい夜の光のフェスティバル、そうです、それが東京フューチャーナイト、はい、ここから開演いたします。改めまして、本日司会進行を務めさせていただく私ハリー杉山です。どうぞよろしくお願いいたします。 Thank you、 ありがとうございます。ありがとうございます。今回ですね、初開催なんですよ、はい、東京フューチャーナイト。そこでどんなイベントなんでしょうか、説明させてください。海外に誇る日本のコンテンツ、アニメの魅力、それをですね、音楽だけではなくプロジェクションマッピングと融合させて世界に向けて発信する新しい夜の光のフェスティバル、それが東京フューチャーナイトです。それでは早速一つ目のプログラム参りましょう。よろしくお願いします。せいなんで買ってくれってことなんで、リスクションもコストカットで、いいだよらいなんてこう箱で自体上手にいけましょう。逃げとしろのセルフィーズちょっと頼りない、答え最高なトライライライを届けてくださったノーリーストリーさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ご紹介させてください。素敵なライブステージ盛り上げてくださったのは、現在東京 MX 総会にて放送中アニメブルバスターオープニングテーマトライライライ、最高にかっこよかったですね。ありがとうございます。ノーリーストリーさんです。皆さんよろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ここでもう一方スペシャルゲストがいらっしゃいます。アニメブルバスター原作者中尾博之さんです。どうぞステージへお越しください。皆様拍手でお迎えください。一言で言うのってすごく難しいと思うんですけど、ブルバスターの作品の魅力というものを少しお話しいただけますでしょうか。はい、この作品はあの本当に中小企業の本当にあの、ね、しがない民間企業の等身大の普通の人々が、怪獣を駆除するために戦うという普通ないような作品だと思うんですけども、あのこの主題歌のようにね、見た人があの元気になるような作品に なってくれればいいかなと思いまして、あのきっとあの自分と同じような年代、お父さんの年代かもしれないし、あのみんなにこう何ていうか共感できるようなキャラクターがいっぱい出ますので、あのそのお気に入りのキャラクターを見ていただくのも一つの魅力かなと思います。はい、嘘みたいな日々のこと
マンユニバースより雨宮明監督お越しいただいております。監督どうぞステージへお越しください。皆さん拍手を迎えくださいませ。こんばんは。今日初めて触れたというお客さんももしかしていらっしゃるかもしれません。ぜひともですね、はい、グリートマンという作品の魅力、そして見どころについて、はい、教えていただけますでしょうか。そうですね、まだ見ていない方がいらっしゃったらですね、もうとても幸せなことだと思います。これからこんな面白いアニメをまだ見れるっていうことがあるので、うん、とりあえず、これ映画版があるっていうのテレビシリーズも見てもらえると結構楽しめると思いますし、原作 の実写シリーズもあるので、そちらも見ていただくとさらにこのグリッドマリマスという映画が楽しめると思うので、ぜひ。その東京リベンジャーズでキャラクターの声を担当されている3名のゲストにお越しいただきました。皆様寒い中お越しいただきましてありがとうございます。改めまして花垣武道役の新雪です。本日よろしくお願いします。ありがとうございます。一応林さんお願いします。はい、東京フューチャーナイト初開催ということで、東京リベンジャーズの看板を掲げながら、一緒に盛り上げることができてとても嬉しいです。皆さん寒くないですか？大丈夫ですか？僕は寒いです。林です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。それでは最後福西さん、はい、お願いします。お願いします。こんな野外でリベンジャーズのイベントができるなんてすっげー楽しみと思って今日来ました。皆さん寒い中お越しいただいてありがとうございます。めちゃめちゃ温めたら嬉しいなと思いますのでよろしくお願いします。お願いいたします。さあ、お三方にはですね、ここからそれぞれのキャラクターの名場面の映像とともに、うん、ぜひ名ゼリフを披露いただきたいと思います。皆さん聞きたいですか？では皆さんスタンバイの方をお願いできますでしょうか。引けねえんだよ。引けねえ理由があるんだよ。東京卍會清正、勝つには俺を殺すしかねえぞ。お前本当に中学生？タケミッチ、今日から俺の弟子な。てめえらの頭はうちのマイケがどうした？本気あるやついるか？いねえなら今日からメビウスは東京卍會の参加とする。皆さんのセリフを皆さんに対して与えるこの瞬間、横から見つつ、ね、後ろの巨大なビッグサイトというモニターで、あらあら、同時に両方見てて、皆さんも同じなんですけども、なんか自分の裸眼で一つ一つの言葉に乗せる顔の動きとか、喜怒哀楽の波、それを
後ろでもたっぷり拝めて、やばいっすねこれ。そこまで見られちゃった。でも本当だってこんな大きく顔をね、なんか映してもらう。そうですよ。後にも先にも今日しかないんじゃないかな。絶対にそう。本当に。あと思った以上に僕たちの張った声がすんごい響くんですよね、ここ。響いてますね。通りすがりの人とかなんか通報してんじゃないかなってちょっと心配になりましたけど。危ない危ない。確かに。大丈夫かなとか思いながら。ふくるし君声すげえなとか思いながら。心配になりました。びっくりしましたよね。本日はオッドタクシーのエンディング曲を担当されています、三森すず子さん、そして主人公のタクシー運転手小戸川さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。小戸川さんもお願いいたします。ちょっと今一段ずつ慎重に来ています。おいでおいで。改めてご紹介させていただきましょう。オッドタクシーで二階堂るい役を演じられて、エンディング曲の歌唱も、はい、もちろん担当されています、三森すず子さんです。はい、皆さん三森すず子です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。イベントのラストですね、はい、ぜひとも美しく華やかに締めくくっていただきましょう。シュガーレスキスです。どうぞ。寒いですけどみんな盛り上がっていきましょう。シャンパンに連れててよ Take me 甘いだけじゃつまんないでしょ。もし刺激ゆえみ好奇心これバンクシーもっとちょうだいスパイシー上っ面のセリフ気持ちはもう甘いに最高なシュガーレスキスですね。三森さん、そして小戸川さん、ありがとうございました。三森さん、無知で申し訳ないんですけれども、はい、こういう風にステージパフォーマンスするときに、はい、小戸川さんと一緒にこのステージを飾るっていうことは、これはよくあることなのか、はい、あまりないことなのか。今日初めて一緒にそう、今日初めて、しかもリハーサルの時に、あ、小戸川さんもいるんだって言ってそのタイミングでしたんです。そうなんですよ、はい、あ、なんかもっとなんか小戸川さんと踊ったりすればよかったかなって、うん、歌いながら考えてました。三森さん、今日の小戸川さんどうでした？小戸川さん一生懸命、あの、こうやって手でリズム取ってくれて多分これ以上の動きできないかもしれないですけどでもすごいなんか自分の精一杯で表現してくれて嬉しかったんです。さあ、それでは皆様、最後に今一度本日のゲストの皆さんに、はい、ご登壇いただきます。皆様どうぞステージへお越しくださいませ。拍手もう一度お迎えください。めちゃめちゃ貴重な機会を本当に皆様ありがとうございます。さあ、以上をもちまして光と音の祭典東京フューチャーナイト、フィニッシュクライマックス、はい、終えて、そして皆さんとバイバイしたいと思います。本日はご来場いただき本当にありがとうございます。司会は私ハリー杉山でした。 Thank you, have a great weekend. 失礼いたします。